もう話されてしまったの申し訳ないんですが、岡田斗司夫さんがアイデアを出して、前澤友作さんがそのアイデアをまんまアプリにしてしまった新ママ出会い系アプリが配信停止になってしまいました。ひろゆきさんの見解を聞かせてください。だからその、まあ、今の話でいくと、前澤さんはそのアイデアをパクって出したとして、周りの人に何か言われても全然問題ないよねって思ってる人なんだと思うんですよね。で、別にそれで問題にはならないんですよ。法律上の争いになることってあんまりなくて、まあ、Facebook とかで、裁判になって、最初にアイデア出した人にお金払うっていうのになったと思うんですけど、ただまあ、その企画としてその開発のまでのお金も出したから、その Facebook の、その問題の場合って、最初の双子の兄弟に対してお金払ってなったんですけど、まあ、岡田斗司夫さんがアイデアを言って、で、前澤さんがそれをパクってやったっていうことだけであれば、最初のアイデア自体は実は前澤さんも思ってたことがあるんだけど言わなかったよね、みたいな、裁判になったでもいくらでも言い訳は可能なので、なので、まあ、そこら辺って、その、もう、要は、仁義を通すべきかどうかっていうので、通す必要ないよねと思う人は通さなければいい。で、そういう人だよね。なので、その、遅刻しても全然気になんないっすっていう人に、遅刻は良くないよって言っても、あ、俺そういうの気になんないで。で、終わりなんですよ。なので、その、前澤さんに仁義を通すべきだよねって言っても、多分仁義とか気にしないっすって言われて終わりなので、そこはもうそういう人だよねっていう話なんじゃないかなと思います。というわけで、お疲れ様でした。